座談会っぽいゆるい動画をしていきたいと思います。てなわけで、みんな作業 BGM 代わりとして聞いていただけたらなと思います。あかりさ、1日に2時間くらい YouTube さんを徘徊してるんですけど、その中であかりが見てるおすすめ YouTuber さんを今日は紹介したいと思います。最初はこちら、第2グループさん。はい、こちらの方はですね、1週間シリーズというものをしてまして、1週間心霊スポットで生活したり、1週間逃亡生活をこうしたりという企画をしてる人たちなんですけど、最近見たあの今言った1週間逃亡生活ってやつがもうめっちゃ面白くって、1週間逃げ回って逃げ切ったら100万円をもらえちゃうという、もう斬新な企画なんですね。いや、もうさ、見ててさ、もうあかりもめっちゃ、これあかりだったらできるかもってめっちゃ思った。だからやばい、あかりいいな、なんか未来あかりプロジェクトもこれ企画してくれたらあかり100万円のお小遣いもらえるのになーとか思ってます。はい、で編集もねめっちゃ凝ってて、見たらすぐ分かると思うんだけど、すごいね、なんかね、とにかく凝ってますそう、編集もすごい凝ってて、なんかね、テレビ番組見てる感じにも思ったし、あとナレーションもね、なんかそのシチュエーションに合ったような、なんかぽい感じでちょっと笑っちゃうところもあるんだけど、なんかそんなもあったりして、すごいなんか動画を作ったり投稿する上で自分自身もすごい勉強になるなと思ったので、ピロリンマンにもね今後そんな風になってもらいたいなと思います。あとね、今第3シリーズで無人島からの脱出っていうのが始まってるんだけど、それもぜひ見てみて。次の方はこちら、ディスカバリーチャンネルさん。はい、あかりも大好きディスカバリーチャンネル。いや、もうほんとめっちゃ好きでさ、もうさ、こう見てるだけでさ、もう自分もしたいなってすごい思ってるんですよね。そう、なんかこの間の生放送でもこう話してたんですけど、めっちゃ楽しいの。火起こしとかしたり、こう葉っぱでさ、こう屋根作ったりしたりしてさ、こう明かりもこれできるんじゃねとかほんと思ったりするんですけど、あれ多分難しいんだろうね。で、なんかディスカバリーチャンネルっていろんな人がね出てるんですけど、その中でもあかりのおすすめは江戸タフードさんです。元陸軍の人でサバイバル慣れもねすごいめっちゃしてる人なんですけど、結構江戸はナイブなんですよ。そう、ナイブ、心がね優しいがゆえに、こうやっぱ慣れない生活が始まってしまうと、いや慣れてるはずか、なんでだろうな、サバイバル慣れしてるはずなんだけどなんだけど、こうやっぱり日常と違う生活が始まってしまうと、エドはね体調を崩すんですよ。そう、心が病んでしまう場合もあるし、生魚とか食べてお腹壊しちゃうんですよ、エド。そうなの。まあ、なんかあった時はこう用意されてる救急キットがあるみたいだから、それを飲んでいいらしいです。そうで、なんかもうエドはこう寂しくなったりもするんだよね。人間だからね、やっぱり肌恋しいとかもなるし、言ったらさ、エドはさ、もういつも寒い格好してるんですよ。なんかね、葉っぱをね、こうなんていうの、なんていうの、こうなんか葉っぱをこんな感じのスカートにしてる感じ赤いのスカート葉っぱつけたいって感じでそんなんも着てて、そんなんしか着てないんですよ。だからやっぱさ、人間ってさ、寒いとさ、いろいろなんかマイナスに考えちゃうじゃないですか。そう、やっぱり物理的に寒いとこう暖かくなりたい、なんか人肌が恋しい、暖かいもん食べて、なんか体が冷たいとか、なんかマイナスなことを考えてしまう感じなので、やっぱりね、火って大切だなって思いました。うんこんなんでいいのかな、わかんないけど、まあ、とりあえずめっちゃ面白いので、あかりが好きなエド・スタフォードさんの動画、特にね60日サバイバルシリーズ、ぜひ見てみてください。お次はこの方、食べるの大好きな未来あかりがずーっと見ちゃう YouTuber さん、今日ヤバいやつに会ってさー。結構急上昇の中にこう入っていらっしゃったりするんですけど、動画的にはこのインドってファストフード、なんか屋台がメインなのかな、食べ物屋さんって。で、今日ヤバいやつに会ったさんがなんか頼むんですよ、このカップ一つちょうだいって言って、そこでなんかこう作っていく模様を、インド人の人が作っていく模様をただ撮ってて、それにテロップ入れてるだけなんですけど、それがめっちゃ面白いの。そう、めっちゃ面白い。なんかこう基本インド人の人がこうまずね、鍋をこう用意するんですけど、鍋に絶対になんかね、なんか残ってるんです、前の人のなんかが。そう、その動画の中ではそのことを、あ、
思い出ですみたいな感じとか、あとなんかね、やっぱりね、かわいいハエちゃんが飛んでるんだけど、あ、妖精さんだみたいな感じで、すごいポジティブシンキングな方で、なんか癒されちゃいます。特にあかりがその中でもよく見ちゃう動画は、いやもうほんと何回も見ちゃってるんだけど、インドの重量1キロサンドイッチの作り方、はい、もうね、めっちゃやばい、めっちゃやばいよ、もうね、高カロリーを超えてるね、もうなんかなんかやばいやつになってしまいそうみたいな感じなんですけど、いやでも美味しそうなんだよ、めっちゃ美味しそうなんだけど、すごい量のチーズをさ、もうさ、これでもかこれでもかってぐらいさ、めっちゃかけて、分断にかけまくったやつが、なんといつも200円以内に収まってるんです。そうなんです、なんかね、あの番組ね、いつもね300円超えたな、あかり見たことないかもしれない、あるのかもしれないけど、とにかく美味しそうなものがたくさん出てくるので、ぜひ皆さん夜中に見てください。うん、夜中ね、絶対ね、ほんとにすごいから。ご威力。最後はこの方、ガーリーレコードさん。はい、こちらの方はですね、生放送でね、みんなに教えてもらったのがきっかけに調べてみたんですけど、知ってた、あかり見たことあった、お名前だけ聞くと、ガーリーレコードさん、どんな人たちだろう、後で見てみようとかすごいなったんですけど、こういざ検索してみたら、あー、この人たちツイッターとかでよくリツイートされてたりする人だ、こう回ってくる人だみたいな感じで思って、うん、面白い、面白い、めっちゃ面白いよね。釣岡さんとかも一緒で、こうあかり釣りにはそんなに詳しくないんだけど、なんかすごいさ、大人たちがはしゃいでるのを見るとなんかこっちまで楽しくなっちゃうっていう、あれですよ、あれ、はい、ちょっとなんか熱く語っちゃったんですけど、もうとにかくめっちゃ面白いので、皆さんこのガーリーレコードさん、ぜひ見てください、お願いしまーす。いやー、 YouTuber いいね、もうやっぱさ、こういろんなチャンネルがあるからさ、飽きない、飽きさせない、それが YouTube というわけでですね、こうみんな暇を持て余した神々になった時には、ぜひそれをなんだ、 YouTube を見てください、お願いします。というわけで、以上、あかりのおすすめ YouTuber さんたちでした。みんなもおすすめの YouTuber さんがいたらコメントで教えてください、お願いいたします。まあ、一番のおすすめは未来あかりかな。チャンネル登録してね、バイバイ。